10月10日日曜日、大泉自治会交流会が開かれ、美化活動を行いながらおよそ100人の区民が大泉公民館に集まりました。区民の交流を図るとともに、地域住民とのつながりを深めてもらおうと毎年開催されているこの交流会、秋の防災シーズンに合わせ各種講演や体験なども行われています。今年は桑名市消防署稲部南分署分署長水谷司さんが、いつ起こるかわからない東海沖地震に備えてもらおうと防災についての講演を行ったほか、 AED の取り扱いの指導や水消火器での消火訓練が行われました。触れ合い対話が築く明るい区民づくりをモットーに、今後はゲートボールやテニスなどスポーツ面での交流会も実施できるよう準備していきたいという大泉自治会長渡辺一重さんのコメントです。こういう交流の場をぜひともこう末永く続けていきたいなというふうに思う。日頃おしゃべりされてない場所で短い時間であるんですけども、この場を大切にしていきたいなというふうに考えております。お昼にはおにぎりと豚汁が配られ、皆さん和気あいあいと楽しいひとときを過ごしたようです。そして午後には公民館の隣にある大谷神社で秋祭り大祭典が行われ、地元の小学5、6年生が五穀豊穣を祈願し舞を奉納しました。交流会と秋祭りを通じて区民の絆が一段と深まった一日でした。